こちゃん、なんちゅう格好で寝てるんですか。あら、起こしちゃった。はい、ジャン君とポンちゃん。ジャン君撫でるよ。猫たちは平和になってきました。はい。アンズちゃん、アンズちゃんはクロケンパパのことをまだ警戒しています。そのうち撫でてやるぜ。はい、シオンくん。シオンくんはいつも通りね。もう出しちゃってもいいくらいかな。ジャン君はあそこだから大丈夫だ。ジャン君行っててもいい？いいよ。パパさんはちょっと朝暴れすぎたのでちょっと心配だから、お昼間は寝かしときます。はい、いろんな事情でシオン君一人で暴れ放題だよ今日は。はい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 。あ、ジャン君が、ジャン君寝てていいよ。ジャン君あそこ行かないでね。つい行くけど君は。あれや、それやそれや。出たいのか。やめとこうよ。また暴れるとな。一回大きいにしよう。綺麗な目だね、ちゃこちゃん。今目のオレンジのとこがね、ライトでピカーンって光ったんだけど、これは綺麗な子だね。しおくんさ、尻尾までさ、筋肉質みたいに力強いんだけど。そうだね、うん、胸筋とかあるし、うん、なんかしっかりした体してるよね、なんか、ね、いい、あんまり暴れないって約束してくれたら出してあげるよ。暴れます。ジャッキーじゃなくなったね。ああ、後ろからシオン君が攻めてきて、それよりも早めにご飯をあげちゃっとこう、うん、で夜出してあげよう。それまでにまた聞く口も回復するでしょう、少しずつ。はい、
クさん、アスリート並みですね、筋肉。出さないでくれ、さあ、 あまりにもちゃこちゃんが出たがるので、ご飯ができたら直前にちょっと出そうかな。で、そこらを歩いてご飯ですぐ戻るっていうのはどうですか？すぐ戻るかな。ちゃこちゃん、できました。じゃあブラシしようか。取ったでいいんだね。ちゃこちゃん、あんまり暴れないようにね、静かに過ごしてください。開けますよ。走り出たね。あーもうジャン君に体当たりしましたね。ちょっとね、ジャン兄さんは少し調子悪いんだよ。
みちょちゃん、あ、少し止まっていられませんかね。ちゃこちゃん、正面から一枚も撮れませんでした。よいしょ。はい、ちゃんくん、ちゃこちゃんの可愛い顔が撮れない。アンズさん、少なめで、よしよし、肉だね、美味しいね。全員ご飯あまり完食しなくなったので、少し少なめにします。はい、ジョン君、ジョン君どうする？お外どうですか？今日は入ってもらおうか。入ってもらおう、はい、どうぞ。ちゃこちゃん置いて、はい、一階に置いてみる。チュールじゃないよね、チュールみたいなやつ入れてみる。はい、どうぞ。おしよ、あの日本産のさ、全部日本産なんだけど、チュールじゃないやつあるじゃん、ラメールっていうやつにちょっと変えてみたの。はい、食いつきいいです。はいはい、それだけ食べてくれたら健康っぽいです。じゃあちょっと1階にご飯場所変えようか。下入ってないかも。うんうんうん、いいの？カリカリとかさ、缶詰とか